はい、皆さんこんにちは、ふみやみのふみです。やっほー今すっぴんです。今日は何をするかというと、メイク動画、久しぶりにデイリーメイクを紹介したいなと思います。私もうメイクがどん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 時短になっていってて、あんまりこうチャレンジしたメイクとか最近できてないんで、本当に毎日のデイリーメイクを紹介できたらなと思ってます。で、今は一応このコンタクトを入れました。アキューブオアシス、アキュービオアシス、これ透明なやつです。なんかさ、カラコンがほんまに使いたいんやけど似合わなくて、黒目がちっちゃいんかな、なんか 14.2mm とか着床とかでもあんまり似合わないというか、あの白目がなくなる、こんな悩みある人おる？なんか私カラコンマジでプロデュースしたいわ。でもカラコンプロデュースしたら私みたいな人しか似合わん、逆にカラコンになっちゃうんか。まあまあまあ難しいっすね。はい、じゃあ化粧早速していくんですけど、まずあの日焼け止め、今日さっきちょっとカメラ撮りに会社まで自転車乗ってたんで日焼け止めだけ塗ってました。スキンケア終わって、これニベア UV ディーププロテクトケアトーンアップエッセンス、顔体用、これ結構もうあれするけどな、なんていうん、こういうトーンアップ、あ、そう、トーンアップ、この日焼け止め結構トーンアップ系日焼け止めなんですけど、なんか若干浮いてくるのが気になるんで、ティッシュオフしてます、押さえて。なんか若干白浮きすんねんな。というか今旦那と息子が2人で韓国行ってて、もうかなり自由な時間過ごさせてもらってて、私自由な時間与えられると何もせえへんってことに気づきましたじゃあ日焼け止めの後にこれ、下地は変わらずウォン・ジョンヨ先生のトーンアップベース使ってます。もうマジ自由な時間与えられるとほんま何もせえへん。あの洗濯3日ためて、洗い物3日ためてました。で今日朝からそれを解消しましたよ、やっと。化粧下地をのせて、なんかある程度まで手で伸ばします。ちょっと首にも、もう首がさ、夏って日焼けしやん、顔と首の色差出るよな。でスポンジで伸ばす。今日スポンジを買ったよな、昨日。これロージーローザのとろける滑らか肌あたりみたいな、こんなスポンジ買いました。初使い。スポンジってさ、ほんまに洗うめんどくさいよな。でも1個500円ぐらいするから、高いからそんな買えへんしな。昨日薬局行ったら無駄に買ってまうよな。なんか薬局行って買いたかったのは顔を拭くタオル、あの洗顔後に顔を拭くタオルを買いに行ったのに、気づいたらスポンジとかいろいろ買ってました。まあこんな感じかな。まあ下地は薄くもう薄くを目標に伸ばします。ついてるかついてないかぐらいでええねん今日しかも日焼け止めも塗ってるからな、もうよれそう、こんな重ねてもまうと。てかさ、これにも日焼け止め効果あるもんな。うん、 44PA++++ で、私はこちらティルティルの赤を使ってます。結局ティルティルの赤が大好き。うわ、これこのスポンジちょっともうめっちゃ汚いからこっちでやろう。ロージーローザのスポンジでやってみる。ちょっとこれ指入らんねんけど、2本しか、ちょ3本入りたい人やから、ちょっとあかんわ、2本しか入らんの結構嫌や。あ、待って、これでこれあかんわ、これでティルティルのこれで叩いてからこっちでちょっと伸ばす。やっぱティルティルすごくない？カバー力やばくない？一気に陶器肌やん。通ってるわティルティル先生。もう時短クッションファンデ作った人最強、マジ時短。
でもクッションハンデも薄付けが好きやねんな。あんま分厚く塗るとよれちゃうんで。でちょっとこれで僕はちゃんともうちょっと叩き込むわ。もうさマジでさ、旦那と息子が2人でなんて言うんやろ、2人で旅行に行ってくれるというか、まあ韓国の家に帰ってくれてる、この家で1人でおれるみたいなのってすごい癒し効果あるなと思った。なんか1人で旅行に行く、わかるで、それも癒されるんやけど、また違う、別格。毎日過ごす場所で1人でおれるって別格。ちょっとみんなもぜひ旦那さんに、そういう1人の時間がない人は一回やってみてください。別格にあのヒーリング効果あります。静かな家っていうのもすごい、まあ、静かなんかさ、ないもんねだよな。静かが寂しかった時もあったのにさ。口紅色だけ塗せよう。これ乗せときます。ニベアリッチカラーボーダーリュックスっていう色かな、なんかこんな色。これめっちゃいいで、結構しっかり色発色するし、だいぶ潤う。ニベアはやっぱ潤う。ほらチュルチュルちゃう。なんかさ寝る前とかもさ、唇に色あるだけで全然顔色いいよな。寝る前ってかすっぴん時さ、どうだから彼氏んちお泊まりとかする人、一本仕込んでたらめっちゃ良さそう。眉毛はこれ&Bのパレットアイブロウ、やっぱこれもめっちゃいいよね。これめちゃくちゃ使ってます。もうこれロージーローザの筆で描きます。今髪の毛がまま明るいんで、でも眉毛は私結構締めたい方なんですよ、色。だから真ん中の色で描いて、これでちょっと足す。で、上に最後赤っぽいのも若干入れたら赤抜けするかなっていう感じなんで、赤っぽいのも最後、ふわっと描ける感じで。家帰って、真っ暗なんよ。まあ誰もおらんから。真っ暗やん。ほんで、電気つけて、もう朝出ていった状態のまんま。まずそれも嬉しいやん。家が朝出ていった状態のまんま綺麗というか、あのご飯も適当に作って、食べる場所さえもソファーの上で食べて、なんかもうダラダラよ、マックスダラダラ。もう家帰った瞬間から手洗いながらネットフリックスつけてたしな。もう携帯でネットフリックス見ながらビール飲んで、私の昨日の夜ご飯なんかジャガビーやからなジャガビーとビール、ジャガビーとビール飲んでちょっと頭痛くなって、ロキソニン飲もうかなと思ったけど、待てよと思って、頑張る必要がないのにロキソニンなんか飲む必要あると思って、寝たらいいんやんと思って、ティッシュにアロマオイルを湿らせて顔の上に置いて寝てたでさ、なんか頭痛やっぱ収まらんくて、昨日やっぱ雨も降ってたから、あと血管の収縮頭痛結構起きんねんな。それで収まらんからお風呂入ろうと思って、お風呂入って、お風呂入ってる時はちょっと落ち着いてたんやけど、お風呂上がってまた頭痛くて、いや頭痛いなと思って裸で大の字でリビングでおったほんまやばいよな。で結局負けてロキソニン飲みました飲むんかいって、結局負けたんよ。もう薬あんま飲みたくないねんな。はい、眉毛今ちょっと染めなあかんわ、黒いのいっぱいおる。ある程度描いたら次こいつ、このこいつね、こいつは輪郭描くのにめっちゃいいんよ。さっきのでない場所K 足すやん。で次こっちでこの輪郭をしっかりくっきり出す。このな、眉毛の下の輪郭とかがしっかり出てるだけで眉毛綺麗に見えるから、目尻、眉尻か、眉尻をこういう感じですって綺麗に描く方が眉毛すごい綺麗に見えるやん。剃ってないのに、ボーボーやのに。今こんな感じかな。で描けたら赤いやつ、ここちょっとこれで垢抜けっていうか、ちょっとふんわり垢乗せてあげたらちょっとイメージ変わるんよな。眉毛って対称にするのむずない。まあでも顔なんて非対称やな。はい、こんな感じ、眉毛描けました。これもやっとこうかな。ブレンドベリーの眉マスカラ、 3D アイブロウマスカラ002番、ちょっとピンクブラウンみたいな色です。毛先にだけ
こんな感じかな。はい、オッケー。じゃあ最近はもう来れないと生きてない、生きていけない。コントアペン&B、これをここにスッと入れ、ここなんかこれやった時マジ歌舞伎みたいな顔になるよな。こんな感じ。ちょっと削りたい場所にのせて、こういう平らな筆で私は伸ばしていきます。こんな感じで。もう鼻がさ、コンプレックスだからさ、顔ってみんな絶対コンプレックスあるやん。私は鼻がコンプレックスなんですよ。でもコンプレックスも愛す。まあいいね、コンプレックスもチャームポイントなんで、ある程度癖のある顔の方が印象に残るしな。あの人の鼻印象的よなみたいな。私鼻しかも大きい人好きやねん、男性やったら。男性の好きな顔てか、最近ストレイキッズのフィリックスめっちゃかっこいいなと思って。綺麗やな顔、あんな綺麗な顔、ほんまどうなってんだ世の中、綺麗すぎて。顔が男の人と、なんか最近ほんま男女のさ、なんか男性女性ホルモン多めよね。綺麗じゃないみんな、肌とかもさ。やっぱりここもさ、ニキビ跡がまだ気になるな。ニキビ跡とかシミとかってでもない人おるん、逆にマジでなくならんよな。てか私なんかこの血管の跡もなくならんねんな。こういうのってなくなんのかな、誰か詳しい人教えて。血管のなんか出てんねん、肌にミミズみたいに。最悪やミミズみたいに。まあご愛嬌ですよ。うん、ハイライトをします。ハイライトはセザンヌパールグローハイライター01番。なんか夜のお仕事してる人はこのハイライトめっちゃ使ってはりますよね。めっちゃいいらしい。夜とか暗い場所でもキラキラになって、めっちゃキラキラなんねん。やけどなんやかんやこれを使ってます。めっちゃがっつり塗るとすごいキラキラになるんで、私はちょっとだけ筆になじませてちょっとだけのせます。ほんまにこれ塗りすぎ注意やからな、直で行くとがっつりつくからマジで。ハイライトをのせて OK。 次ロム&のベターザンアイズ01番っていう色です。これもうボロボロ、なんかデイリーメイクはいつも結局これを使ってしまう。なんか楽やねんな。で私はこういう幅広の筆でいきます、めんどくさいので。でもうこの色が一番優秀、私はね。これとこれ若干混ぜた感じ、この上下若干混ぜた感じで、まぶたのアイホールにドーンと乗せて、若干ピンク見出す感じかな。もう血色ぐらいの。アイホールがさ、色素沈着もあってちょっとくすんでるから、赤みっぽい色を入れたいねんな私は。赤ピンクみたいな色、ほらほんのりで、同じまたこれとこれ混ぜた色を下にもちゃいます。もうくるって囲ってるだけよ、こうやって。わかるこの適当さ。次こういうさ平べったい系のブラシあるやん。でこの黒色、ブラウン締め色やね、締め色でこの目の下こんな感じでちょっと締めるねんな。で上もちょっとだけ締め色で締めます。なんかアイシャドウを濃くするとどん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 目が重たくなっちゃうというか、逆に小さくなっていくというか。なのでなんか最近はアイシャドウすごい軽くなりました。んでラメ、ラメはどうしよっかな。この同じラメ使っちゃいます。ここのこのラメ、これでここにジャン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 って。なんかラメはさ、筆でのせるより手でのせた方がなんか私的に密着度高い気がする。てか散らばらん、
散らばったラメも可愛いんやけど、ポイントでついてるラメも角度ですごい光るから、こんな感じ。はい、アイシャドウはこれで終わり。アイライナーです。アイライナーはこれ、ヒロインメイク今使ってます。ブラウンです。なんかアイライナーはブラックよりちょっとブラウン味のある方が目が大きく見える気がする。私は目尻にだけこんな感じで描きます。ちょい長めかな、私のアイラインはいつも切れ長の目に憧れてるので少し長めですね、うん、でこっちがさ釣り目やから、こっちはちょっともうちょい垂らした感じでアイラインしてる時は集中してるから喋れない。こんな感じで、これキャンメイクのクリーミータッチアイライナー04。もうこれさ、もうほんまに人気よね、キャンメイクのクリーミータッチアイライナーって。こいつ最強やな。私これをね、赤色、これ赤なんですよ、ワインレッドみたいな色、こんな、え、結構赤いで、こんな色。別にブラウンでもいいんやけど、目の周りに赤色入れんの好きやから、これでさっきブラウンで描いたところをもうちょっと濃くしていく。いつもここら辺とかにも入れんねん。ちょっとほんのり赤で下まぶたを締める感じです。下まぶた、こんな感じ。なんか旦那と息子がさ2人で行ってたらさ、なんか息子がさ、ママーみたいな泣いてる動画とかたまに送ってくるねんけど、あんな見ると辛いよな、思わん？ママに会いたくて泣いてんのとかって思うんやけど、ママも自分の時間が大事やし、息子もそういう時間も大事やしなって思って心を鬼にしてます。私はそれでもこれがお互いにとって絶対いい距離感やしなって思って、たまにはそういう日があって、なんかその動画見てちょっと泣いちゃったもんな。なんでお前が泣くねんって。ほんじゃあ次、これこれこれ。なんか松葉もさ、ほんまに松葉とかもすぐ当たらなくなっちゃうというか、もうすぐ戻っちゃうというか、すっごい直毛なんですよ。わかる？こんな太いまつげの直毛なまつげ、誰か教えてください。松葉、え、めっちゃいっぱい行ってるで、いろんなとこ行ってるけど、結構ね、上がる系は上がんねんで、落ちる系がすっごい落ちるんよ、多いんよ、まっすぐになるより。結局ビューラー使ってるっていう。松葉やって調子いいのほんま1週間だけやわ。そんなもん、あげました、固め。ビューラーも時間かかるよな。髪の毛はほんま染まりやすかったり、色抜きやすかったり、型つきやすいのに。なんかさ、体の体毛の不思議っていうか、まつげとか眉毛とか、てかまつげとか濃かったり多かったりしたらさ、いいなって言われるのにさ、体毛濃いとさ嫌よな。どんな話マジで。なんか私は子供の時から体毛はちょっと濃いなって自分では思ってた。でもだから眉毛とかまつげとかも結構濃いね。だからこういうの濃い人は絶対体毛も濃くない、腕毛とか。まあ早い段階が脱毛してたからあれやったけど、そんなコンプレックスにならずに済んだけど、なんか赤ちゃんとかさ、まつげだけ濃いよな、体毛ないのに。そう考えたら最強ちゃう。でちょっとひっくり返して下まつげもあれします。これビューラーします。ビューラー上下終わったら、このキャンメイクの、クイックセパレートラッシュカーラーのまつげ下地03番、これブラウン。これもこの細いコームがめっちゃやりやすいよ。私ってさ1日1本レッドブル飲んでんねやん、箱で買ってて。あーやめたい、ほんまに。なんか多分これで頭血管収縮してんねんな、飲んでる人飲んでない人。やっぱカフェイン飲んだら痛みなくなるから、やめたいと思いつつ、最近健康志向やないから、めちゃくちゃ添加物と保存量控えていきたいなっていう健康志向フェーズに入ってます。いつまで続くのやな。韓国ラーメン食べてるけどな。まあそれはそれやんな、やめれるものだけからやめていくのがいいよね。全部一気にやめたいとか全部ダメとか無理やん。できる範囲でやりたいことだけ。
で下まつげも。人生なんて矛盾の連続やからええねん。一貫性なんか持たんでいいし、日々違うことを思ってるからさ。そうじゃないですか皆さん、昨日の自分と今日の自分違うくないですか。90日でしかも細胞は変わるらしい。だから90日で考え方とかもう変わるんやって。オッケー、上下にこれを塗ったらちょっと乾かす。その間あれしよっかな、これ薬局でたまたま出会ったグリッターライナー、これ500円のやつなんやけど結構ハマってんねん。なんか500円コスメみたいな、キレイ&コーっていうとこの、なんかなこのな細さが好き、チップの細さ。これをでもな、これそんな長時間持たないんですよ。結構すぐよれちゃうから、まあ一瞬の楽しみ。下まつげの間と、ここわかります、ここにちょんちょんって入れるのと、なんか上まつげの間とかもちょっと入れてたら角度によってキラってして可愛いんで、このチップの細さで狙い撃ちで入れれます。若干キラってするくない、どう。次、乾かした間にまたチークします。チークはナーズのこれブラッシュ、ナーズブラッシュ、これめっちゃいいよ。こういうちょっとハイライトみたいなキラって光るものも入ってて、なんか通常ももちろん可愛いけど、パーティーの時とかめちゃくちゃ良さそうな。てかパーティーなんていかんけどさ、パーティー結婚式とかおもろない、パーティーとかいかんや。日常でパーティーに行くタイミングなんかないやん。てかこの前も結婚式、旦那のお友達で新垣梨沙さんの結婚式に私行かせていただきまして、もう良すぎて良すぎて、結婚ってええなってマジなったわ。結婚式っていいよね、行ってる人もハッピーになる。結婚式最強説あるわ。チークはこんな感じで高い位置に、ちょっと中心目に最近つけるの好き。ここら辺とか、このまつげコームで若干溶かしてマスカラするか。マスカラが一番なんか気合いるよな。マスカラはこれ使います、デジャブのクイックラッシュマスカラみたいな、ブラック。マスカラはブラック。これさマジでコーム細いからさ、なんか産毛みたいな、毛なのみたいな、掴みよんね、キャッチしよんね。まつげってバリ短いのとかあるやん、あんなんとかもめっちゃキャッチしてくれるから、今のバリ短いのあるやんとかめっちゃ嫌やわ。めっちゃ大阪人、めっちゃもう大阪人やわ、嫌やわ。なんか方言バリバリ、大阪人の方言って感じよね。私敬語使うとさ方言って消えるよな、不思議じゃない、不思議じゃないですか。いやでもそんな言わんか、不思議ですよね、不思議ですよね、不思議。その時点で大阪弁か。大阪弁以外の言葉を喋ったことないからさ、ほんまにみんなから見て私の喋り方はやっぱすごいザ大阪人よな、きついと思われるもんな、よく。でも私大阪おったら普通やねんけどな、これ東京に出ない双子、かたくなに東京の仕事とかほんま受けへんもんな、あんま。いや東京はほんとすごいよ、エネルギーが飛び散ってる、メラメラしてる。合う合わんってやっぱあるよね、土地によって。思わん、なんでまつげとか下まつげしてるときってこういう顔になるの、はずいんやけど。で少し束感出したいんで、このこんな感じのピンセットでちょいつまむ。なんか K-POP アイドルみたいな束感出したいわ。一回あれやってみたいよな、メイクさん、 K-POP アイドルのメイクさんにメイクしてもらったみたいなやつ。今度いつかソウル行ったらやってもらう。プサンもやってんのかな、あんのかな、あるか。そらマスカラまで終わったら次こちら、セザンヌの二重アイライナー30番。これ影、ここの涙袋の影作りの人です。この人は涙袋出してある場所にこんな感じでやります。涙袋も左右非対称よね、こんな自然とできるものやもんな、それは左右非対称になるわ。
そんじゃあこのナヒンスのコンシーラー、そいつよ液漏れするねんな。持ってる人こうなりません？これこのこの感じね、色はめっちゃいいんやけど、よう液漏れしてしまうから今悩んでます。あ、これチップにとって二重、あの何やったっけ、これ涙袋の線描いたとこのほんまちょい上ぐらい、一番ぼっこり見せたい場所にのせたら、さらにここがねハイライトみたいな、コンシーラーがハイライトみたいな役割してくれて、さらにぷっくり見えます。わかる？こんな感じで、なんかハイライトの方が取れるで、コンシーラーの方が長持ちする。今回さ、息子と旦那韓国行ったんやけど、息子そうさ、ちょっと風邪気味やって、なんかもう風邪ひいたら子供ってほんまあ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 みたいになるやん。そんな感じで若干風邪気味やって、そのまま行ったから、もう今回旦那も大変やったみたい、もう寝ながらママママ叫んでるしみたいな。やけどなんか私はすごいいい機会やなって、旦那も今まではそうやって私に頼る、そういう時こそ私しか無理やって思ってたのが、もしかしたら今回を機に、あ、自分でもできるんやっていう風に思うことも増えたやろうなって。こんなぐずってる息子を自分だけでもなだめて寝かせれるんやとかさ、なんかいろいろほんまに、あ、生かした失敗やったなって思ったんやんか。ほんまにちょっと風邪気味って分かってたのに生かしたから、風邪気味やけど向こう行ったらもう治るやろと思ってたけど、ちょっと悪化したから向こう行ってから、なんかそういうのとかもなんか結構反省してたんやん。逆に息子がそう言って旦那にもそういうチャンスというか与えてくれたんかなみたいなのも若干思ったりして、なんか考え方だよね、なんか感謝と思ったほんまに。で、次、夏はね眉毛がよくよれるので最近これ使ってます。セザンヌのアイブロウコート、ちょっとこれな、塗りすぎると眉毛べったりみたいなのぺってしちゃうから、私立体感ある眉毛が好きやから、なんかほんまに毛先でタッチぐらいでのせてます。これの毛先でタッチぐらい感じでのせてたらちょっと眉毛キープされるかなって、こんな感じで。あ、ちなみにこいつもおる、もし涙袋のこれを何やったっけ、これコンシーラーでやるの難しい時はアイバックコンシーラーって、これキャンメイクのこれでやってもいいねんけど、こっちよりコンシーラーの方が私発色が良くて、これなんかあんまり発色しなくて、こっちでも発色する人はこっちでもいいと思います。ほんでリップ塗ろう。リップはね、じゃあこれ塗ります。ルージュアリューラック87番、シャネルのティント。この辺結構まんまんまんまして、ちょっと手である程度ぼかして、で買ってんな、またこのロム&のウォーターグロス、前と色ちょっとちゃうね、売り切れてたからいつもの色。すごい、今はこんな色やけど俺どんどんリップ入っていってピンクになっていくねんな。これを、この薬局行ったらめっちゃ買ってまうわ、いろいろ上と下とちょっと大雨にこんな感じでつけます。で最後パウダー、ナーズのパウダー、夏なのでちょっとフィックスしたいんでパウダーつけます。パウダーはこういうめっちゃ太いブラシにほんまにぐちゃぐちゃぐちゃってつけて毛になじませる感じ、パウダーをこの毛に、でほんま一個毛先で塗る、ほんま少量でいいねんな、ちょっと埋めるようにくるくるのせすぎるとめっとりするから、で前髪とかは特にね、こことかは前髪下ろすときはおでことかはしっかりめにのせてもいいと思うけど、こういうとこはほんまさっとのせた方が綺麗です。はい、じゃあちょっと髪の毛してきます。はい、ちょっと簡単に髪の毛だけ軽く巻いてきました。で今日はこのリボンつけようかなと思って、ちょっと可愛らしい雰囲気になりそうやけど、ちょっとハーフアップみたいな感じでここ結ぶわ。
結んだ時ちょっと引き出したらいい感じに、この毛とかねちょっと出しても可愛いかな。でこのバレッタつけます。こんな感じ。 OK 完成、ヘアメイク完成しました。こんな感じです。ちょっと決め顔タイム。キラ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 。はい、こんな感じで私のデイリーメイクを見てもらいました。もう夏は暑いからさ、髪の毛は結びたくなるよね。めっちゃ伸びたやろ、びっくりするやろ。伸ばしてるんです。もっとロングになってロングのブロンドになりたいです今は。というわけで今日は私のいつものデイリーメイクを見てもらいました。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら真似してください。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。